はい、おはようございます。時刻は5時40分ですね。おとといね、バラマンディが釣れたので、まあ今日も来てみました。昨日も雨降ってなかったので、水はね、まあまだ暗いんであれですけど、まあよりクリアになってるかなと。バラマンディ向きかなと。で、風はちょっと収まってきたんですけど、あとは天気がね良ければ、まあ、またバラマンディ食ってくるんじゃないかなと。はい、そういう感じですかね。で、タックルは今日2本にしましたね。で、2つともパックロッドなんですけど、まあ、いつものやつね。ブラックレベルとセブンハーフ。で、セブンハーフの方に、タトゥーラの 400B55 を巻いてます。で、これは、ちょっとね、こういう、大きめの、6.8 インチのスイングインパクトファットね、に、流儀の80のフックです。ただこれではかかりらないかなって思うので、ジギング用のアシストフックをフロントにつけてます。で、深化 14g 深いんで、これを入れてますね。まあ、ここにね、ジギング用のフック、アシストフック入れるのはね、なんかボートシーバスで、ビッグベイト、マグナムベイとか、フレンジ、DRT のフレンジとか投げてる人がね、こういうやり方してて、だいたいフロントに食ってくるんで、まあ僕もそれの真似です。で、まあ、ここのね、浅瀬攻めるのは、ちょっとこのタイドミノのロング、175ミリってやつね、これで釣ったことないんで、ちょっと釣ってきます。はい、じゃあ一頭、これあんまスローリトリーブには向いてないのかな。泳がないやん。あ、これ移動重心か。だからこれでボールを前にしてあげなきゃいけないんだね。あれ、でも泳がないね。なんだこれ。個体さ。これダメだったら別に戻します、あれにね。スミスかハルカか、あ、泳いでんな。でもこれ動いてるかどうかが分かんないと困るよな。ああ、分かるか、分かる分かる。結構ゆったり泳いできてきてますね。いや、でも泳ぎ悪いわ。泳いでないわ。ダメだね。ちょっと変えよう。これではもったいないわ。マズメが。一頭一頭がね。もったいない。ちょっとでも長く145ミリ。ね。スミス。岩の下からとか出てきそうだけどな。ああ、これな、もう完璧に泳ぐわ。岩の下なんかだったら、ちょっとロック、ドラグきつめでね、もうバレてもいいからリフトアップしないと、取れないっすね、なんか今回。下げ潮収まったね。来た時すっごい流れでしたけど。
ってことはバラマンディはなんかね、揚げの方がいい思い出があります。その揚げ塩とともにドワッと団体が入ってくる、多分ちょうどこの前のイメージがそうなんじゃないかなと思いますけど、だから5時でしょ、だから1時間2時間要は7時8時ぐらいから、ここ怪しいよな、岩がもう、まだなんか入ってきてるって感じじゃないな。おおだよね、いつ行けそうなの。ここだよね、出てきたのはこの辺とか。はいはい、ここ意外流れ込んでんだね、水がちょこちょこいろんなとこから、うん、確か前は こうやったね、このうん全然クリア、いい感じ。もうリアクションの方がいいんかな、パンパン、いや、いるな、ここいるね、多分この流れも効いてるし、流れ込みもあるし、ベイトもいっぱいいるしね、こりゃいいわ。なるほど、まあ一応このね、岸際をこの時間5時台でもここにいるんだろうな、すごい。だから去年とか護岸なかったけど、一昨年かこういうとこにいたんだな。ストラクチャーがすごいよね、そういうことだったんだね。なるほど、ストラクチャーがここ入ってて、いっぱい岩が、やっぱこのロックエリアにおるんだろうね。これが好きなんだね、ここにいっぱいいるから、エビとかが。なるほど、パプアもそうやもんね、こういうとこにいるもんな。バラかな、バラやね。あ、ちっちゃいな、ウロコ。強かったな、ターポンか、バラのちっちゃいやつかな。6時ぴったり、
え、パパンバスだ。パパンバス。取れてなかったね。え、スポットテールか。スポットテールだね。よいしょ。はい、あ、ビデオ撮れてなかったね。リフトフォールでしたね。はい、びっくりした。リフト&フォールで、昨日のあれも潜ってったの初めのこいつだったんかもね。スポットテールですよ。ああ、いけいけいけ。ブヒャン、ブラックバス。あ、ディディサロンソン。あ、プラハン、ガマイラ、ベイビー。これね、なんかね、綺麗にボトムが取れるなと思ってたんですよ。ちっちゃいね、あれ。あ、こう、なんか、岩から外れるときに食ったね。はいはいはい。しかしこのワームいいね。だから昨日の一発目に食ったのあいつか。だから昨日ね、あのね、いきなり潜ったんで、僕はてっきりバラマンディ見たんでね、その直前にバラマンディだと思ってたけど、あの ひったくる感じと、でっけえのいるんだな、これ。リフト&フォールね、やっぱり大好き。シャッドテールが落ちてくるのが大好きなんだよね、これ魚は。混じってんね、完全同じ箇所で、同じ場所でバラマンディと。もうこれはパラダイスになってきたね。一箇所であの二魚種が狙えるんだもん。しかもおかっぱりから。ここはですね、あの一昨日はあのあいつも見て、でかい バラマンディ見て、このね、ピックアップ寸前まで追いかけてきてるの見て、でその後このね、ジグヘッドのシャッドテールで、あのターポンね、このしかしワームすごいわ。何回釣ってるよ、もうそんな投げてないのに。